こんばんは。はい、こんばんは。稲バージョン、ケースショットのはずむぎ始まりました。稲バージョン、はい、始まりました。はい、はい、何ですか。はい、はい、はい、ゲスアーティストのりなです。はい、セクシュアルマイノリティアーティストの榊原舞香です。よろしくお願いします。お願いします。イエーイ。2回目か。りなと花2回目ですね。なんか倍やってるから何回目か分かんなくなってくる。そっかそう、先週はね、先週の前回の番組はあずみで、あずみとまいかちゃんで、はい、はい、りなは1ヶ月ぶりで、1ヶ月ごとですね。そうですね。ということで、ここ最近の出来事は、ここ最近の出来事、LCV がありましたね。そうですね、はい、LCV がありましたけど、はい、どうでしたか。どうでしたか。どうだった。感想聞かせたし、まだ見てないの。あ、そうなんだ、うん、LCV はリナもね、もうレギュラーで何回目ぐらいの、本当に出てるもん ね、はい、ね。お、何、リナボロボロだった。ボロボロでした。なんかもう、うん、ヘロヘロそういうことじゃなくて、違くて、なんか、多分ここで練習した歌のすごい良かったのが本番ちょっと作ったって感じ。あ、そうか、そうか、それぐらいだ。でもね、出来上がり良かった。なんか、うん、なんだ、一番最初のギターが、うん、なんかいつもと違う感じがしちゃって、前奏が違かったのよ、俺。で、違うよね。そこだよ、絶対。で、俺が悪いと思ってまた弾き出す。あれは俺のせい。あ、なるほど。ちょっとテンパったよね、一瞬。メロディーが出てこないって思ってて、そんなこと考えてたらもう全然ダメでしたね。いや、俺じゃないか、全部。もういいって。頑張ってね、でも、伊藤さん、ごまかしてたもんね。うん。そう。伸ばして。やばいと思う。いや、すごい風で一瞬ギラーがあると、これ。うん。やばーとか。ええ、みたいな。いや。ああいうこともある、うんうん、もうそういうことが一回あるとですね、私は全部がうまくいかないんですよね。なるほど。もう強くなりたい、もう全然ダメだし。そういうことなかった。いや、全然ダメです、ダメです、ダメです、ダメです。ということは、日頃から無茶ぶり、こう、痛みつけられ、みたいな。本当そうですよね。でもね、今回マイカーが入ってきて、客のムード感とかも、ね、なあの子来て、でもアズがな、4人ぐらいトーンって来て、ね、でフロントの女の子たちがすごい盛り上がって、うん、カウンターの子たちが、うん、で、なんかムードが変わってきたよね。客が止まって、そうそう、やばい、みんな見始めてきたよね。だからね、あの、ここだったら言っていいのかな、あの、反省点っていうか、自分の中でその感じたことっていうかなんですけど、うん、その、うん、何と外側で止まって何人かね、うん、見てってくれてたじゃないですか。 そこに入れな、あ、声をかけにね、あの、こチラシをね、それでやっぱサーチャーとか清水さんいなかったからな、うん、じゃあ声かけると逃げてっちゃうわけですよ、うん、だそのなんチラシ持ってて、それマイカー効果とかどうなの。席、あの、空いてるんでよかったらね、あの、中で見てってくださいって言うと、あーいいみたいな感じで行っちゃうんですよ、うん。それを途中で気づいて、うちは、うん、いや、かけない方がいいのかな、でもなとか思いながらも、うん、いや、難しいなと。あ、でも左側にいたおばさんとか、あの、中学生の女の子とお母さんなんかやっぱり声かけて、うん、どうぞどうぞ言ったら入ってって座っててくれた。やっぱり人によるんじゃない、人によるのかな、人によるでしょ、それは、うん。でも私も安住と、あの、今回時間なくてできなかったんですけど、いつも、うん、やってるな、あの、チラシ配りに1回とかも全部行くんですけど、ありがとうございますってすごい心よくチラシを受け取ってくれる人もいれば、うんうんうん、あ、ちょっと時間ないんで、うん、すいませんって言って、な、いるの、いるので、やっぱり、うん、だからやっぱ気になってね、チラッと見るけど、うん、別にそこまでね、うん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 、ガーンって 見るつもりはないんですみたいな人もいれば、まあ、ライブって、うん、路上ライブでも何でもそうじゃん、いろんな人がいて、うんうん、そうですね、結局その人たちをどうやって止めたり興味を持ってもらうかってことをみんなが研究するだ、ね、うん、本当そこだなと思って、うん、なんか本当に勉強だなと思った。勉強になるよね、うん、俺も一回やったで、昔ある研修で、うん、1日5万稼がないと帰ってはダメっていう路上ライブだけで投げ銭って考えた俺で、銀座に行って金もう酔っ払いのおっさんたち見つけて、うん、お姉ちゃん、銀座のお姉ちゃんたちと一緒に歩いてるところでパーンってやって、うん、いやーいいアベックですねとか調子乗って、
でそこで金をバッと踏んだりそれでも5万円集めると大変だすげえ1日で5万円1日5万円、うん、やったやった何でもやったよ、うん、横浜でもやったよそれ何をやるんですか、ね、そこ歌歌歌ミシャンと一緒に歌ったりで俺は演出でだからディレクションで、うん、1日5万稼いできなさいって研修があるんだよ、うん、あのコンサルタントが来て、うん、でやらされるすげマッキンゼっていうコンサル大前健さんのコンサルタントにそういうことを研修でって言ってやらされて面白かったけどね考えるもんね、うん、あの5万円稼ぐたびにはとか考えるもんだから渋谷とか原宿とか金のない若いやつがいるとこはやめようとかあ考えるもんねもう5000円だったらそこでいいかなとか、うんうんうん、やっぱり金額によったら考えるもんね そうですね、それが面白かったな両方も達成したよ、もちろんすげえ。でもそういうのすごいな俺昔白っきかな酒飲んでさ飯田にいる時に酔っ払ってさ、うん、あのサラリーあのバーッと飯田のサラリーマンがドゥアッているじゃんあそこあの中央通りのところ、うん、で「おちょっと路上ライブして金稼ごうぜ」って言ってパンと500円入ったんだよ、うん、酔っ払い、うん、でもう終わって途中で「終わった!」と思って500円だったからすぐビール買って帰った一発で食べる飯田でやった酔っ払ったらいけるよいいな飯田で路上面白いよねいつかやりたいっすねうんっていうかもうおしゃれに行こうよもうおしゃれっていうか路上もそうだけどビナーとかあと連れて路上だけじゃなくて文野さんとこ行ったり、うん、そうよ今久美さんにもちょっと店聞いたりとかしてるから、うん、ライブちゃんとしようライブはい今年はでも本当に自分の中の目標の一個、うん、路上ライブもそうだしライブを増やしたいで今度あの7月4、うん、5とあのあそうそうそうオープニングアクトなそうそうそうのりちゃんから俺に井戸さんよろしくねって来てるからそうだ俺配置あとで終わってから配置帰る前にさ、うん、また応援やるんだよそうだで頼まれてオープニングアクトやる時のでのりちゃんからよろしくって来たから今日配置いるから配置で相談するって言っちゃったのちょっと見て何をよろしく言われたんですかお前お母さんからそうだよお母さんが一番緊張してるもん、うん、そう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 じゃない人なんですけどあの同じつながりというかまあ、のんびライブうん、じゃないですあのスタジオ飯田のライブハウスと知能のライブハウスと2発2日連続でごめんなさいちょっと全然画面が映んなくてちょっと再起動してますそうだからそれも一人でまた行ってきます、はい、本当、はい、今回はもうアコギだけで一人だけ一人だけですそう前回、ね、セッションもあるのセッションは今回なしでいやでもそれは本番の流れでさそうだよねそういう話で多分なるよ、まあ、なる何なんですかそのプレッシャーをそういういや全然もう大丈夫ですよこっちはでしょだ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 しょもうこっちが焦るわしまったえ着信とか笑いながら全て削除しちゃった仕事のメール仕事メール1個だけ消そうと思ったら迷惑メール1個来てたから、はい、消そうと思って今ハハハハって言ってポンってやったら全て削除っていうのあでも戻んない戻んない戻んないどっか入ってんじゃん、まあ、バックアップあるからいけるなかったびっくりしたはいコンジャージさんこんばんはこんばんはどうも皆さん晩お晩ですつゆまただなかいかがお過ごしでしょうか私もなんとかこうして生きております今日も雨が降ったりやんだりって、ね、繰り返してして本当すごかったね今日なんかはいザーって今の偉いよなインテリジェンス感情でいらの今日も雨が降ったりこの辺ねこういう会話はねあずとね毎回から出てこないのこの普通の当たり前の日常会話アナウンサーで最近そんな勉強させてるんだけどでも今みたいな会話はねディナーさりげなく出るけどマイカとアズカは絶対出てこないよねちょっと今日の天気のことだからちょっとした記号を交えて話してでも結構ギターレッスンの時うちそういう話出しません俺がしてんじゃないですかえっ、絶対ないで意味わからんって言ってたじゃん本当ですかいやだって今日陶芸の方なんか雪すごかったですよねとか言ってなんかうちよく言いますよまあ雪がすごいとまあそういう話になるよねあ、そっちが、はい、すいません
春にあのフェイスブックで異色の存在ってちょっとある文章書いてて、この間さあの今宝塚のその越吹雪さんの勉強しててさ、うん、マーズとリナも関係あるから、あのマイカとリナも関係あるから聞いてほしいんだけど、うん、越吹雪さんって戦後な、要は宝塚歌劇団でさ、まあ、今勉強して資料読んで映像見てるんだけど、あのその当時に、まあ、タバコ吸う女性で化粧バリバリしてでシャンソン歌ったりして、要は異色の存在って言われたわけだよ、うん、でアズバは異色ってどういう意味ですかって聞くけど、まあ異色の存在って言われて、あの閉塞な世の中でな、戦後例えば女性は化粧なんか誰もしてなかった。で逆に読むと、本読むと化粧を例えばすると、お前隣の男にお前色目使ってんじゃねえのかみたいなことを言われる時代で、うん、女の人は自由に化粧もさえ出てできないっていう時代な、まあ、戦前とか、うん、日本そういうことあったわけよ、うん、でも越路さんは化粧してましてや清く正しく美しくっていう宝塚のモットーを破って、うん、タバコも吸ってた、うん、でも彼女がでも愛があって、その本読むとメッセージが明確なの。女性の人たちみんなにいいじゃん、恋愛したらいいじゃん、こんな戦争で負けてみんなで暗い思いする必要ないじゃんとか、で私その代わりを自分がどんどんやって、うん、宝塚からはもうソース感食らうわけよ、うん、でも彼女がいたおかげで新しいマニュアルがどん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 宝塚の中にもできて、でましては日本のシャンソンって言ったら、まあ、彼女がいなければ日本のシャンソンっていう分野さえこうやって確立されない、うん、まあ、日本に初めてシャンソンを持ち込んだって、うん、まあ、愛子花先生がダンスを、うん、愛子花先生がいなければジャズダンスなんかきっと言うのもなかった時代だ、うん、宝塚ってそういう人たちがいたんだなって、で俺それを感動したのをな見てて、で今時の子供たちってグループにいるじゃん、どっかのグループに、うん、でグループにいるとそのグループの色に染まったり匂いに染まることをみんながやるから、やっぱり異色の存在になることみんなが怖がるじゃん、うん、要は自分だけ違うとか、うん、で逆にこの間リナのレッスンの時でもやっぱり異色の存在を目指してやっぱやらなければ何の意味もないなって、こういう音楽とかって、うん、特にトガって、うん、でその時にサッカー見たわけよ朝、ギリシャか、そしたらもう11対10なのにもう全然イライライライするぐらい、もう相手守りに徹して結局引き分けてたんだよね、うん、で結局日本もうすごい、もう今もうほとんどいけないだろうっていうぐらいまで追い込まれた時も、サッカー見てても結局異色の存在が誰一人なんかいないなと思って、日本の選手に退場になってでもいいからダーッとゴール目指すとかさ、うん、なったらいいのになとか、そんな話をちょっとしてた、うん、異色の存在っていうのは、異色で、あとはそれを異色の存在って意味を表記点、あれ異色の異色ってどういう意味ですかそこからかって言って、秋山たつきくんこんばんは。え？ですよね。秋山たつきこんばんは。みんなの友達？そう。ていうか秋山たつき誰だろ？どこどこどこにいる？はい。こんばんは。こんばんは。みんなおっす、ありがとう。大丈夫だよね。何がですか？秋山たつきって雫の愛だよな。はい。お夢でたつき。こんばんは。はい、でうちのファンの子たちも、かおりさん、綾乃さんじゃない、あやさん、あやさん、まきちゃん、ありがとうございます。こんばんは。ちょっと、はい、こんばんはって。皆さんぜひねコメント残してってください。へえ、初めてじゃない？前あずみとまいかちゃんのツイキャスに来たことある。あ、そうなんだ。来てくれてた。あ、秋山くん？はい、そうです。秋山くんは、ワズの歌を、なんだっけ？違う違う、それは。その秋山くんってわけじゃないんだ。それ、今の雫の彼氏の秋山くんが来てね。めっちゃ来てる。これ応援してやる。言ってる、めっちゃ。めっちゃ言ってる。ウケる。秋山くんっているんだよ、もう一人。秋山くんね。すごい、あずみのこと応援してくれる。そう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 。この前ね、4人も来てくれてて、すごい。うん。1人、がその安住と私の中学の同級生で、あの人呼んだら連れてきてくれたんだ。連れてきてくれて、すげえ。失礼しました。はい、失礼しました。失礼しました。ディナオスか。ディナオスって。オス。オス。なんかあれですね。なんか私自分でこの間のレシーブの時になんか、うん、
心がすぐ折れるなって思って、なんか折れてたんだ。折れてた。だからなんか心出てたけど。心出てた。うちは分かった。なんかなんだ、その一番最初のみんなはみんな空の下の時からも、うん、はいつも通り打てなかったって思ってたら、強くなりたいもん全然できなかったし、うん、そしたらマイク落とすし、マイク壊れちゃうし、あどうしよう。壊れたんだあれ。あでもあれ終わった後にちゃんとこれ直せるのかなと思ってやった直せました。ちゃんとカチカチって動いた。もう直ったんだ。音は出た。音は出た。大丈夫です。そのこのオンオフのスイッチがないまんまずっと立ってますね。あオンになったままで、うん、そうとか、それからずっともう元気なかったんで、もう今回のライブはねボロボロでした。いやうちもそうですね。うちも MC がまあちょっと、うん、まあ反省点ということで。そう MC ももっとちゃんとなんだ頑張って考えないとダメだなと。でもね、そんなもんだからライブっていうのはな、さて、うん、みんな変わっていくんだよ。でもそのなんかあの、あ、そう、次のね、あの、あずみとうちの番組で、馬散歩、うん、初、榊原舞香の馬散歩流せるのかな、伊藤さんが編集してくれるんですけど、そう、それにも残ってるんですけど、あの、白鳥さんがすごいなんか、うん、あのお前ステージ慣れしたなっつって言って、あのねマイカのことはね安心して、うん、まあ、歌の内容とかなんかは言ってた、うん、で意識が変わったっていうのは言ってたな、なんか、うん、すごい嬉しかった。であと見てる応援してる様子とか、うん、見てる様子も違うって言ってた、うんうん、意識変わったっていうのはみんな感じてるよそれは、うん、オリジナル少ないのが気になるんだよ。はい頑張ります。頑張ります。明日ってまだないですよ。今でもリアの良くないそうだよね。リナはやっぱシーズンがね完成度高い。あだからまあ手直しはあんまりないぐらい。うんでやっぱり喋って話聞くと、ああこういうことが言いたいのかっていうのがストレートに分かるよね。リナは厚みとかね、お前もだけどちょっとよっぽど聞かないとって勘違いすることもあるし、言ってる内容勘違いされてることもあるし。そうっすね。もう伊藤さんと会議しないといけないぐらいですね。これはこういうことでって。でもなんかあれだ、こないだのナナコちゃんでやってたまいかちゃんの新曲すごいいいと思う。あれ、ああ C ね、読んだやつ。君は一人じゃない、じゃなくて、その歌それメイだったけど、あれメイだよ。そう、シワメイ、メロディーも良かった、すごい、ありがとうございます。あ、あれ初めてか。あ、そう、え、あれ聞いたことあったよね。初めてじゃないけど、あれが良かったってこと。良かった。で、今日はね、そのLCV で、うちのうちとマイク&メイのオリジナル曲をやったんですけど、そんなに頭がつきって言わないでください、照れますよ。やったんですけど、それのね、まあリベンジということで、りなちゃん頑張りますね。頑張りましょう。今日頑張ります。マジで頑張ります。ね、もうデイズを入れたからね。私でもコーラス初めてなんですよね。そうだよね、コーラスしてるイメージがないから。やったことないんですよね。できるんだと思いながらも。できないんだ。リアさんもどうか、最後の清水さんでリアさんもアリアで、ウバさんも分かってるよね。63、じゃあ63回、うん、で次があずみの、撮った何だっけ、チロルの森。そう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 、チロルの森。そう、懐かしい。あ、山菜。まあ、基本的には海外の人にも伝える、日本を伝えるって意味だから、うんうん、日本のだから別に場所じゃなくて人もいいんだよ、うん、魅力、日本の魅力的な人、うん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 、魅力的な場所、例えば魅力的なイベント、うんうんうん、なんか何かそれをもうちょっと広げて。へえ。じゃあ何、次回は安住のやつなの。そうで次、ね、じゃあその次の次、そうそう、次の次、次でいい。リナの時か。リナの時でもいいし、要は3人で誰がもう撮ってもいいから、一番旬な時に持ってきてほしい。どん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 、だから安住撮らないと。そうだよ、何う、待ってるよ。リナ散歩ね、だって何回かあったね。リナはもううまいよね。リナはうまい。じゃあ行きますか、リナの。はい、行きましょうか。さあもうお待ちかね。はいはい、はい、まずはじゃあこの曲の紹介を、はい、リナから。この曲はですね、光へ、美和さんの光なんですけど、ずっと私がアコースティックギターでアルペジオで弾いてたイメージがあるかと思うんですが、今回はおととしぶりのエレキです。おととし、キンコンカンコンのやつ以来ですね。おととし、あれ、おととしぶり、そうリサイタル。はい、リサイタル、だいたい一緒
キンコンガンコンってそれでやったんですよ。そうだ、懐かしいな。そうです、冷たいの。悲しい、悲しいって。冷たいやつだなと自分で思うけど。やってましたよ、おととし。きっとおととしの前か、おととしですね。でね、はい、バンドバージョンみたいな感じでね。そうですね。で、自分はカホンでちょっと参加しようかなと。はい、カホンに座っております。はい、ちょっと自分で、なんていうの、なんていうの、こういうの、何何何、言葉で教えてやってくれる、自分であれだよ、どう忘れちゃった、構成、構成、構成、アレンジ、アレンジ、アレンジや、出てきてほしいな。ドアスレだよ、ドアスレ。アルマジキ。はい、自分でね、もうね、頭から急遽アレンジを作って、はい、もうね、ミラのライブアンで見せて、よし、あ、このまま。今回は。アコースティックプラスエレキプラスカホン、イエイということで、新バージョンだね。新バージョン、うん、めちゃめちゃ新バージョン、しかも初披露、はい、だよね。そうですね、うん、リナのエレキを、プレッシャーが。サーカーも手伝ってくれて、あ、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。あ、いきますか。はい、それでは聴いてください。ひかり、Oh,
上の林さんの目線が怖くて嫌われまくってんのお前コンサートを覚えてくれてないわ目線が怖いわいや違うあのあやばいうわ林さんみたいなの頑張らなきゃと思ってこうやってやってるとこうやって深くて考え事してるとずっとずっとずれてくんですよ私ダメダメその初めて見たね定期の動きってね、うん、アコギみたいに違うからここでこうずっとやってるわけじゃないから、うん、まあそれは歌いながらまあ大変かなって、はい、そうだこれ見ようがやってよ同じパターンだよだってね、うん、あの聞いてるもんね、うん、これ見ようバージョン、まあ、ね、今後またこうやってやっていく上でもうちょっとこの自分的にはこの、この形とか、うん、あとちょっとこの右手のこの感じとかね、はいあ、これまだ見てやってほしい。機会があったな、ね。こうなっちゃうんですよね。うん、ここ引っ込んじゃう。ここついてるね。左手のここがこうこうやって。あ、ついちゃってる。あんまつかない方がいいです。そうだ、中に入れるって言った。人差し指はね、もうちょっと伸ばした方がいい。ほら。伸ばす。そう。私こういう癖があるんですよ。さすがさすが。さすがうん、そうそう、その感じがいいんだけど、うん、もう少しね、指先が伸びた方が。あのいろいろメリットがある指先が伸びる、うん、あそう今こうなってでしょこう弦に対してこうなってこれもうちょっとこうなってもっともっとここがキュッとなってそうあでね、うん、ここはあの弦に触っていいんだよ、うんうん、下の、うん、そう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 触れていいのそこはなもんでこの指先をここ第一関節をもうちょっと伸ばすあ、そう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 いう感じで、なかなかいいね。今ほらこうなってる。皆さんいかがでしたでしょうか。こういう感じ、こういう感じ、あ、こういう感じ、あれ。そう、こ、こう。一旦普通にこうしてる。まっすぐ？そう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 。一旦普通にベタってつけて。そうそう。あ、でもこっちも、こっちも。あ、ちょっとこう時間がどんどん経ってしまう。後ほどね。はい。オッケー。じゃあウパサープ先行っとこうか。はい。あのカホンの方はどうでしょうか、ヤさん。ああ。まあちょっとね、あのうるさい感じもしたけど。でもそうですね。決めがバッチリ決まってよかった。本当ですか。うざい感じって言われちゃった。でもね、確かに覚えたらいいと思う。サワちゃんもあのシラッチの。いい意味。あのね、本当にやっぱり難しいと思うよ。一個あのやっぱりカホンも理屈。知るともう延々と練習だもん、うん、やっぱり俺たち今乗り立てでやるじゃんこうやって、うんうんうん、でもやっぱりあのサーチャー的にはそれやっちゃってやらないから、うん、やっぱり本当のカホンって何がっていうのを調べてから、うん、やっぱりそれ知らってやっぱりよくあいつも昨日俺久々にさ褒めたもんこんなに良かったっけっていうぐらいにリズム良かった、うんうん、でイーストビレッジに対してもえらい仕切ってたしあの本領から何からそうでなお友が逆に降りてきて友がみんなを止めるぐらいにあのもうシラッチがこれで、ね、音がどうのこうのやったらもうここできないかいみたいな仕切ってやってたすごかった翔ちゃんは翔ちゃんで全ての店舗回って挨拶行ってきて通常の舞台監督としてやろうって言ってでもめちゃくちゃよ挨拶するとな頑張ってくださいとか来るし本当にそれはやるべきだな店の人も顔を出してきてくれたもんねライブ中、ねうん、だからトリニティの仕切りだったらそれやるんだけど本当にまあ一人一つ会社かまってるからもうそこは一生懸命やってほしいんだチラシまで俺は初めて取りに行ったよチラシお願いしに、うん、変わってきましたね LC でもなあ なんか雰囲気良くなったな初めてやったのが確かそうだよもう1年15回目去年そうだから15回目だから去年じゃない一昨年だそう15回目だからそう一昨年の3月15ヶ月前そうもうそう今回本当ですねそんなに経つんだねでもなんか客やっぱり正直だよねお客さんが立ち止まったり来ててテナントさんがやっぱり声出してくれたり一番びっくりするで前川がやっぱりまたいい風作ってきてくれてるしディナーとアズが、まあ、変な話イーストビレッジに負けてないっていうかすごく客はディナーとアズを見に来てる人いっぱいいるっていう分かるやっててなんか同じぐらいの年の子たちがな泊まってくれてるのが嬉しいですね
今までそういうのなかったもんな。なんか何やってんだこいつらみたいな目で見られなくなった。なんか前はなんか素通り、え何これみたいな感じで素通りの人多かったんですけど、やっぱ駅だからかね、学生さんも多くて、うん、あと意識してるからだよ。ディナーとかアズがやっぱりちゃんと今客を意識してるっていうか、チラシ高校生になってからチラシ配ったり、そこに人がいないとって意識がやっぱり、うん、ちゃんとできてるのがいいと。なおがだってすごい落ち込んだんだもん。前回は終わった後反省会で、自分たちが始まった客が立っちゃったって前回あったの。よく見てたね。そうなお自分で偉い、やっぱ客ね歌ってて、あそういう意識を持ってるってことがやっぱ偉いなと。 OK、 じゃあ皆さん、はいはい、はい、第263回散歩散歩山田健太氏の円福寺のしだれ桜。お、はい、元気にいったね。桜引っ張るね。桜そうやね。最後の桜。梅雨の梅雨も明けようかって。皆さんしっかりあの、まあ、目に焼き付けてください。でも海外の人はこう喜んでくれてるから。ね、日本の桜は綺麗です。ラスト桜ですね。ラスト桜。ジャパニーズ桜 is beautiful。今年の、はい。うん、はいはい、パサンポというのは子供の地球サミットが行われているここ長野県のいいところ、清水製作チーフが担当して、今まではね、今までは、うん、第263回まではすごいね、すげえ、清水製作チーフが散歩をして世界中の皆さんにお届けするというコーナーやっています。はいはい、皆さんにお届けする、皆さんにお届けするというコーナーになっています、はい、みんなのテンションがおかしくなってきましたよ皆さんはい、はい最初からそのそう裏返しみたいな感じですね。ここで折れちゃいけませんよね。はい、これからだ。よし、はい、行きましょう。せーの、 VTR スタート。皆さんこんにちは。今日は伊那市円福寺に来ています。素晴らしい境内の中をちょっと今からお見せしたいと思います。まずはこちら盆栽、海外では結構人気が出ているらしいですね。この盆栽、日本の美を思わせるんでしょう。そしてこちら木蓮の花、桜に引き続き木蓮の花が満開です。素晴らしい、感じですよ。花盛り、素晴らしい。香りはするのかな。あー、とってもいい香り、すごいいい香りします。あ、そしてこんにちは、犬が来ます。こんにちは。そして見てください、見事なしだれ桜。あ、鳥も花に来る虫をついばみに来ましたね。この木蓮とこの花のコントラストがとても綺麗。円福寺すごい。そしてこのしだれ桜、とてもピンクが濃くてとても綺麗です。そして周りにはツツジも咲いていて、こちらは何でしょう、お地蔵様もいますね。水仙も咲いてる、苔も咲いてる、本当に花盛り、かわいい。そして番犬ですね、かわいらしいお犬様。この木蓮の香り、素晴らしい、いい香りがしました。そして、水仙、そしてこれがエゴノキでしょうかね。先ほどの前回のお寺にもありましたエゴノキだと思います。そして椿、本当に今がそう見どきですね。椿すごい、今まだ咲き
始めたばかりですね。つぼみがいっぱいあります。あともう1週間ぐらいしたらいい香りがこの辺漂うんでしょうね。そして松もしっかり手入れされていて、とても美味しく立ってます。そしてあそこのピンクは、ツツジですね。見事なツツジです。こちら、お堂がありました。ちょっとお参りしてまいりましょう。新井観音と書かれていますね。観音様です。ご開帳はされていません。鈴ではないようですね。そしてこちらも、あ、これは何でしょう、モミジかな。モミジっぽいですね。モミジの秋のこう見せる、円福寺、さすがですね。あ、そしてこれは、お線香を焚くところです。そして2匹の狛犬様がこちらに来られています。なんかすごく手入れされていて、土足で上がってはいけないような気になります。こちらは不動明王様が祀られているようですね。素晴らしい景色、この円福寺、春秋すべて、彩りを見せるお寺なのでしょう。素晴らしいです。それでは皆さん、また来週お会いいたしましょう。アズリナーバイビー。散歩の終わりはこうらしいです。アズリナバイビー終わったっていう。あれアズリナバイビーですよね。今はな。うん、はい。まだ大丈夫です。はい。有効期限切れてます。有効期限。はい。いやこれで、次回からはね。コンセプトが次回からは変わります。はい。あのタイムラインをかけ直さなきゃ。世界中の人たちに日本のいいところを。日本の。はい。そうですね。だから東京に行ったりイベントしたりも取れるじゃん。皆さんの店なんかも。じゃん、あ、公開していいとこはね、セクシャルマイノリティの人の店です全然放送できないようなとこだからさ、それあれこいつらそんなとこ遊びとるもん。え、街角インタビューとか2丁目大好き、2丁目映します2丁目映文化じゃない日本3丁目じゃないですか。えどこ、あ、そのあ3丁目の夕 日いいって映画で知ってるじゃん。何の話、セクシャルマイノリティの話ですよ、うん、2丁目っていうのは基本的にゲイ、あ、3丁目じゃなかった、丁あ、そのまま間違えてるだけで、うん、ゲイ、ゲイ基本的にはもともとはゲイのところだった、うん、今は違う、うん、もう違うよ、うん、今はもうでも LGBT みんなだよね、あそこ、うん、ね、だってうち女の子の店しか行かないさあ、女の子の店があるっていうのレズビアンバーそうえ、普通で言う、え、なんで普通で言うキャバクラみたいな感じですか、じゃないかな、ガールズバー的な感じかな、どっちかって言ったら違う、メイも行くって言った、あれでもそれ、メイ昨日行ったとか言った、普通のさ昨日も行ったんです、あの飲み屋みたいなもんでしょ、あ、普通にバーです、もうバーだからその別にあのバーでついてくれるとかそういうことじゃない、あ、じゃないです、じゃないです、普通にスタッフがそういうセクシュアルマイノリティの人で、あ、来る人もセクシュアルマイノリティの人が、それは面白いですね、そか、はい、それでは、最後の曲になりますが、この曲はね、マイカ&メイのオリジナル曲ですね。僕は、じゃあ君はずっと僕の大切な人という曲です、はい、メイが詞を書いて、うちが曲をつけました。はい、それではリナもね、コーラスをちょっと頑張ってくれているということで頑張りますザ・リベンジはい、それでは聴いてください。君はずっと僕の大切な人。
し微笑んで頭を下げた君に19の僕は恋をした。二つ上の君に一目惚れ。あの頃の僕は君の優しさに気づけなかった。優しくかっこよく大きな自分に見せることに必死だった。素直になれずに強がっていた。それでも君は優しく微笑んで僕の心照らしてくれた。僕は言う「あ
あることを知った今僕も心から思うよ君はずっと僕の大切な林さんどうですか。なんでそのさ、その俺に振ってなんかこう楽しようと思ってる。違いますよ、林さんだってだってね、あの監修。そういうことか、楽しようってな。おかしくないですか、監修でしょだって林さんって。この番組。監修になってますよね。出てますか。帰るか。真ん中どうぞ。自分でボケと掘ったってこと。ギャラリーです。カメラ向けようと思って。じゃないですよね。ギャラリーだったらちょっとただこうイエーだけど。監修ですよね。そう生徒がやってるやつを2人が今以上にもっと成長できるようにあの見てもらって、アドバイスをね、アドバイスをくださる師匠。そうハーモニーも最高。おーハーモニーも最高。どこコンジャージさん。ダメだ、来ないですね。来ないですね。はい、まあ、俺の位置だとリナちゃんの声がいまいちよく聞こえなかった。ほら、ギターがどっかんどっかん。でもまあ最後は自信がない。自信がないところはニコニコして歌ってなかった。あ、画面でね、ニコニコしてるね。よくリナってすっごい分かりやすいんだから。1個ずつ練習してもうこれだって自分で自信持つじゃん。なんかスイッチが入ったものは。もうドヤ顔で歌うと思う。ドヤ顔なんです。あずみもそうじゃない。あずみだ。今見てるけど。あずみはね、あずみはね、勘違いしてもドヤ顔するよ。間違えてても、自分がそれはいい、自分の価値観で OK と思ってることはドヤ顔。周り違うんですよっていう時が、あずみは多々。今の笑うとこじゃないよね、あずみ。っていうような場面もあるよ。空気を笑った。それはまた違う話になっちゃうけど。あでもなんかでも自信ない時はっていうあずみが違うかもしれないんですけど、でもその時は腹の中では絶対これが最高みたいな似てる感じもするな。あ、ね、ニコニコしてるあずみ言われてるぞ。はい、ということでね、パチパチ皆さんありがとうございます。あれの間すごいね、はい、テンポこんなもんだったっけ。テンポは本当はもうちょっと遅いけど、もっと遅い、そすごいたっぷりしたような感じがする。でも、なんかね、ちょっと長く感じた。俺も、もうまったりしすぎたよね。もう少しなんか曲が長いもんね。でメロディー大きいじゃん。うん、そうだね。もっと俺もそう思う。テンポ感はちょっと。でもよかったかなと思う。ね、なるほど、ね。まあ、ね、オッケー。でも確かに大切なことだね。ね、テンポ本当大切。うん、テンポは大切ですね。この曲ね、本当に。うん、気をつけないとまったりしちゃう曲だから。ごめん。じゃあ、はい、終わりです。はい。でもあのやりすぎると結構どんどんうるさい。そうなんです。はい。はい。次回からのんぱさんをみんながどんな映像撮っていくのか楽しみです。楽しみにしてください。私何撮ろうかな。もうね、うちは撮ってます。学校周辺とかも撮ってくれよ、一回。文化祭。ああ、いいじゃん。日本の高校の。でもな。文化祭とか。時間あるかわからない。普通に撮ったりとか。いや、いろんなこの。五分だ、五分。か顔とかいろんな。あ、いいで。出ちゃうと。あ、高校生。海外。ああ、そうか。やめた方がいいな、素人さんがやめてくれ。怖いわ。素人さんはね。素人さんはプロじゃない。絶対大丈夫だやついるじゃん、あのタイプで。こいつ大丈夫ってやついる。あれそれってどうなの？自分が出てもいいよって言えば。
もちろん本人の許可。だからあのテレビ局の場合はこうやって街頭で撮るじゃん。でその時映った時にはもう周りにカメラワークの周りにダーッと映る人たちにはもうカメラから外れた時に声かける人がダーッいるの。何人もいて、でダメだって一人がいたらもうそこだけモザイクかけるんだけど、あたまにモザイクかかってくるっていうね。ダメだっていう人がいた時、ダメだっていう全員にちゃんと聞くんですか。聞くすげー。でもテレビなんかただもうそれ最近の話ですっごい訴えるようになったみたいな。もう頭いい人たちが、うん、もうそういうことばっかり狙ってる人がいるの、この逆に、うんうん、アドバイスをして、だからお宅の娘この間出てたよねって言って横についてクレームを言って、うん、まあ、クレーマーって言うんだけど、うん、お金をとかもらう人、もうそれ職業にしてる人もいっぱいいる。マジで嫌だな、それいるよ。なんかあんまりいい感じのテレビじゃなくて、うん、なんか深刻ななんかさ、うん、この事件に関係した人の話を聞くとか、そういうのは絶対モザイクかかってるし、声もあれですよね。あ、書いてる、書いてありますよね、うん、あーってやつでしょみんな同じ声で、ね、たまに声戻るよねあれこの間のセクハラ東京都議会の あれね、あれももうすぐにツイッターで名前まで出て、うん、あ、名前出た、もう出てる、俺これ知らなかった、久米ちゃんにセクハラそんなにあれなんですか。そのあの女の議員さんが喋ってる時に、うん、あ、結婚しろとか、要は少子化の問題とかを喋ってる東京都議会の議員さんに対して、もう自民党のやつらがのグループからヤジが飛んだ、うん、それ周りで誰がやってるか横で分かるじゃん。でも今回誰もそのやっぱり隠そうとしたの、うん、でももう今すごくて、でくめちゃんって相談してたら、くめちゃんすぐ見せてくれたの。名前も出てるよ、だってもうツイッターで誰かがだから落とそうとしてるようなやつらがもう堂々とやればいいのに。でもあれは本当はすぐに自民党の中からね、事情能力っていうか自分たちでこの人たちだ、すいませんでしたって言った方が逆に評価上がったと思う。いや、ヤジなんだから自分で、ね、あの言って分かってるわけだから、ね、すいませんでしたって言えばいいのよね。の議長まで一緒になって隠しちゃったから、隠すことするなよって、うん、なあ、まあだから普段のね、田島先生もいろいろ怒ってたもんね。なあ田島よく、今回な、うん、まあそりゃそうだなと思って、田島よくはああいうの特に怒る人だから、ね、まあ今回ばかり、まあ、そっか、ここだとばかりいや、問題もすごいよね。でなんか国会のなんかその、なんだその、うん、様子とか、なんか会議の様子とか、ね、あるじゃないですか、そういうのって見るんですか、みんな見るもんやっぱり興味ある時とか、伊藤さんは見るな、仕事柄かな、やっぱり、うん、すごい、あんまりそういうの好き、自分は好きなんだよ、あの、見るよ。なんか時事問題を、時事問題私全然知らない気がするから、なんかそういうのとかニュースとか新聞とかもっと見て、今ねすごい、だからでもいい時代だよ、こうやってスマホにさ、ニュースで自分の好きな、まあ、堀江が出資したある、グノスかな、あるニュースのアプリがあるんだけど、自分の好きな、例えば自分がいいね押したり芸能とか自分の思考って出るじゃん、うん、YouTube を見たり検索したりとか、うん、自動的にその自分のアカウント入れて、まあ、ある自分の情報を入れると、うん、自動的に自分の気になりそうなニュースを勝手に選んでくれるわけです。でそれをダーンと、もうねすごい確率で俺が興味持つ、だから個人に合わせてやるよ、マイカーが好きそうなネタをもう勝手に探してどんどんニュースに、うん、すごいですね、今って。それもしあとでアプリ教えてあげるよ。でそういうのをちゃんと見ておくと、時事問題っていうかやっぱり世の中の動きわからないと、うんうん、ね、あっちの方向に行こうとしてるのに、な、右にみんなが行こうとしてる時に左に行ってもそこには何も情報がなかったり、自分が信じて行った先は実は崖っぷちかもわかんないじゃん、でそこで行き止まるかもわかんないけど、ちゃんとこの道を歩けばその道にビジョンとか光があるって分かってたらやっぱそっち行くし、だからやっぱり情報はすごく大切だよね、うんうんうん、なんか私アナウンサーとかそういうのをやるから、うん、そういうこと知ってないと、なんかなんだろう、まあ、いいと思う、一番最初に言う言葉が、そう、導入ってな、そうそう、さっきやってんの導入とか、うまいよ、でもさりげなくそういうことを知ってるしな、うん、基礎力がある、ギナは基礎力ないの誰だよ、M さん、M さん、で、A さん、A さん、ただ、人はいい人はいい、あの
も豊かじゃないですか。なんか安住とかなんか前川さんとか。あ、名前その名前言った。あ、ちょっと。A さん M さんって言ってる。何言ってんの。誰だよ。A さん M さんじゃなくて。何が豊か。なんか感情性が豊か。あの感受性。感受性。あ、ダメだ。間違えた。感受性。豊か。なんか A さんとは、うん、話してると。うん、電話とかしてるじゃないですか。そうすると足湯何も喋んない。あ、うん、そうだねそうだねっていう、すごい、うん、そういう話をしてるとずっと喋ってこれる。そう、それはそれはまた違う、え、感じなんか、なんて言うんですか、なんかそれはただ話が上手いだけ。話が上手いのか、うん、でも何に話が上手いと話が上手いとか話が上手いって言ったら話なんか傷ついてる今違うな、なんだろうな、まあ言いたいことが、まあ、ネタが豊富ってことかな。そうですね、ネタが豊富、それだ、そのネタの豊富なのにちょっとぐらい時事問題っていうのもあってもいいかもね。そうですね、今時事問題の話だからネタ、今ので分かったのは、うん、リナがフォローしてくれて優しい子だってことだけ分かった。でもね、今のであんまりフォローになってないと思う。何ですか。よくあるもよくあるも気持ち分かるじゃん。全部ね、こうやってさ、マイカってあんなやつなんだよね、でもいいやつだよねって最後の、うん、でもいいやつだよねって最後に言うじゃん。まあ同じような分かるだと思う。信じない方がいいってことですか、そういう人。違いますよ。でもこれチャレンジだよね。アズとマイカっていうのはなんとなく合うんだよ。いや、アズとマイカはこの番組的にのコンセプトもなんとなく2人合うじゃん、うん、ディナーボとマイカっていうのは基本そうで、マイカはマイカでアズと親分肌だからアズみたいなタイプには強いのよ、なんとなく。ディナーみたいにちょっとお高く止まってそうな一見なタイプにはめっちゃ弱いタイプ。知的な人と合わない。知的そう、でも知的ではないですよ。いや、お前知的だと思う。よくだってニュースのこと知ってるし、だってマイカ、アズとディナは小さい時から友達だからいいけど、うん、マイカから見れば多分ディナはすごくあんまり想像できなかったと思うね、この番組のイメージ。まあまあそうですね、それは確かにそうかもしれない。ディナも思ってる。なんかほのかとアズミって感じはするけど、ほのかとリナって感じはしないじゃないですか。だから番組の時も結構、うん、難しかったりはしたな。あ、そうだ、そうな、そうなんだ。リナはマヤとは会ってたんだよね。マヤと会ってた。そうだね、仲良かったな。ってことは知的かどうかじゃないね。なんかね、マヤはでも多分なんか話があった、雰囲気があった。なんだろう、優しい子だね。まあ合うわ、まあ合うわ、ありますね。ちょっとここ合わないって言われたらちょっと悲しいけど。そんなことないですあれが今もビビりながら一応お伺い立ってなかった気がする。まあでも前川はな、今回ワンマンもやるし、新しいまた道作ってるよな。はい、頑張るよ。今くべちゃんともあの開発してなんとかな、よその人も見てもらえるような状況を作ってあげたいな、うん、県外の人が多いもんね。でもそれもだから昨日こんな喋ってたの、それもそういう時代だよ。昔はでもそんなこと考えれなかったからね。ついこの間までは地元の子たちを呼ぶしかなかったの。うん、埼玉とかからアベックで来るとかないよね。そうだね。今回も聞いた、あの飛び鳥さんはもう申し込み、8月の申し込み、ワンマンと両友、両友申し込み来た、あの来たよ。8月はね、大阪から今も見てくれてるんですけど、大阪から 5、6 人で来てくれる。うん、大阪すごい。8月じゃあもうほとんどチケットないで、もう本当にやばい。ワンマン9月もまた9月もの別の集団で来てくれる。いや、私もたくさんたくさん声かけないと。安住でさえ、安住も8月も10人とか言ってたよ。まあ面白くなーなってきたな。はい、はい、ということでね、そちらの方も皆さんね、ぜひ早めのご予約をね、はい、はい、していただけたらと思います。毎月やってます。毎月土曜日ライブにやってます。な、第何かはまたね、それはシャッフルです、シャッフル、はい、分かりませんので、要チェケラーです、ね、チェケラーです、はい、はい、ということで終わりますが、次は1ヶ月後またリナとマイカの、ね、はい、そして番組やります。再来週は安住とマイカさんです、はい、
ということで、はい、来月からは、あ、次回からは、今週の何のこっちゃな、はい、あ、そうです、今週の土曜日、今回ディナーとマイカの、ディナーとマイカ、あ、夜の、うん、そうですね、今週の土曜日、はい、ね、このライブは2人で、はい、であとワンマン、ワンマンも新曲に注目ですよ、お、楽しみです、宣言しちゃったけど、うん、はい、プレッシャーや俺いやいやいや、頑張りますよ。こちらもね、Ustream、YouTube 放送しますので、はい、はい、皆さんそちらの方はね、Facebook とか Twitter でもね、チェックしていただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。YouTube でもね、川井里奈と榊原舞香検索してください。Twitter、はい、でも検索してください。Facebook にもいます。はい、川井里奈。はい。お願いします。ということで、ということで、終わりにしたいと思います。ね、今日は、そうですね、よし、最後はじゃあリナに知的ということで、はい、やっぱ英語で終わりましょうか。お英語でパーイってね、そう、それだよ、ね、なんでなんだろう、じゃあね、マイカに来月またお会いしましょう、2人で OK、 いきなり来 月英語でだろ、また OK、 はい、じゃあそ、どうぞ、全然違う言葉言った、来月またお会いしましょう、はい、ちょっと怖いんだけどこれ、まあ、じゃあ2人でちょっと合わせてみる、最初の単語はピーポー、完璧じゃん、おいしそう、最近やってきてます、どうやる顔してる、はい、どうぞ、いきますよ、はい、 See you next month! バイバイ。